はい、皆様こんにちは。はい、今日はね、住吉桃源郷っていうのかな、市民農園ですね。すごいちょっと水蓮とかね咲いてるかなと思って見に来ました。まあ他にね、ちょっと見頃の花っていうか季節によって咲く花があるかどうかちょっと調査も兼ねてね来てみましたね。それでまあこれが地図やね。大通寺中寺もあるんやな、これ。で、今、駐車場、ここね、います。結構広い駐車場で、ね、車も飛びやすいですね。あ、水田池、ここにあるね。うん。海も見れるんやな、これ。見たところ。市民農園ね。ちょっと、あずまやとか、その、水田池行ってみたいと思います。これは水田ね。あと、まあ、これ、老梅も咲くみたいし、夏椿。サラの木もあろうかな。バイカウツギ、アンズ。まあ、動物はこんな感じ、ね。はい、ちょっと行きましょう。ああ、これ、サルスベリかな。きれいにしたいとね。なんか旗がね、ふためいてます。入られへんのかな、あれ。なんか門みたいなしたよな。これは桜か。これは何でしょう、お寺やね、大通寺さんね。だからこれ石仏がたくさんね。ちょっとお寺もちょっと見ておこうか。はい。ただまあ、そういう文章とかあんなはないみたいな。これが本堂になるのかな、ちょっと待って。ちょっとこっち行ってみましょう。あ、もう開いてるのかな、ね、ちょっと分からない。よし。これは水生植物かな。あ、水生植物かなんか。うわ、なんかいろんな小さい虫が、なんやろ。ボウフラかな。分からない。ちょっと開いとんな、もう。なんか意味が分からない。これ、だから水生植物じゃんな、これ。浅坂なんかかな。はい。ちょっと門開いてました。一口目もね。またこれ、読みたい人は読んでくださいね。動画止めて。はい。うわ、ほんまや。水泳咲いとこう。うわ、綺麗わ。綺麗、庭園みたいな塔じゃないですか、これ。鯉もおるし。ものすごいカエルが飛び込むよ、一斉に。いや、綺麗な。座ってね。で、こんなとこになんか薬師堂みたいな。ちょっと感じがいいじゃないですか。ね。アジサイも咲いてたよね、これ。木造。薬師の兵庫県の指定重要有形文化財って。そういう神社境内になった薬師堂のものをこっちに移し替えた。重要文化財やから松下赤やな。ちょっと、もう圧倒されてないでしょ。ね、嫉妬されてる。これまた見に来てくださいね、それね。よし。なんか水も流れて感じいいじゃないですか。ね。あれ向こうの水生植物だ。あ、笹じゃないのかな。ちょっと後で寄ってみますね。こんな感じでちょっとね、感じがいいですよ。よいしょ。これ橋渡っていいのかな。うわ、でっかい黄色い。黄色いあれが。危ないか。よいしょ。バシャーンと落ちたかな。具合悪いからね。薄黄色で綺麗ね。もうちょっと大きなのかな。あんまり大きさとね、ピンボケなのかなね。
スウェーデンやっぱり咲いてますね。はい、ちょっと木のこういう桟橋みたいなのがあってね、感じいいですよね。ね、意外とこういう中央の弁天さんとかおるもんなんやけど、ここはいてはりませんね。あれ白いけどね、スウェーデンなのか羊草なのかちょっとよくわかりませんけど、これもねちょっと変わってますよね。この手前にもこんなあれが咲いてるし、近いからもうちょっとね。はい、ピンク色もありますよ、あそこにね。ピンク色ちょっと近づこうか。ここから落ちたこの石とあれの感じがいいな。よし、ちょっと出せ。あそこピンク色が咲いてます。真ん中辺にも咲いてますけどね。はい、それでこっち側の池に咲いてるのがね、まあ、さっきは向こうの見てみましたけど、羊草のような気がするんだなぁ、スイレンというよりも。ね。羊的に咲いて、あれするという。それでさっきから気になっているこれですけどね、花があんまり咲いてないから分からへんねんけど、どうもこれ、ちょっとこの残骸みたいな花で申し訳ないけどな。なんか浅さですよね、これ。うん。こんだけあんねんけど、花はね、ほんま数えるほどしか咲いてない。まあ、あれなんかもまあ、咲きかけてはいいんだけど。ちょっとね、時間帯が悪いのか、あんまり見れないですけど。向こう側にも咲いてますね。はい。はい。それでこちら側はね、夏椿。さすがにもう咲いてますよね。8月とかってあれ書いてあったけど。もっと早くね、6月頃来るとね。それ、まあ、桜も咲くみたいやし、この紫変わっとんのかな。蝶もよく来とんのこれ。いや、珍しい蝶ちゃうの、もしかして。ね。黄色い、これは何でしょう。めっちゃ蜜一生懸命吸ってるわ。しかもこの黄色の蝶ばっかりですよ。どこ行った黄色の蝶。何蝶、皆さんご存知ですかこれ、はい、何の木か書いておいてくれたらいいのかな。でこっち側梅林ですね、これ。海やね。また来年見に行きたいですね、ここね。割と植わってますよ。で、果樹園向こうにあるけど、ちょっと果樹園ね、入ると。なんかちょっと怪しまれたら嫌やから、やめておきますわ。ね。この花の種類、ちょっと、知ってる人教えてくださいね。はい。という感じですかね。本日もね、ご視聴いただき、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、ちょっとね、いろんな花咲くみたいから、またね、季節変えて来てみたいですね。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。